1> 第1回午前会議1月11日の様子。写真左より軍令部作戦部長、近藤信武少将、同次長、島田重太郎中将、海軍大臣、与内光政大将、軍令部総長、伏見宮弘安王元水海軍大将、昭和天皇、三宝総長、官員宮琴と人新の元水陸軍大将、陸軍大臣杉山本大将、 参謀次長、忠春中将参謀本部作戦部長、下村忠少将。午前会議とは、大日本帝国憲法下の日本において、天皇臨席の下で重要な国策を決めた会議で、ある。1944年の午前会議講義には、完成上天皇森林が定められていた、数密院会議、また王政復古直後の正午初会議や、 天皇臨席の大本営会議なども午前会議と言える。しかし、協議には戦争の開始と終了に関して開かれた天皇、元老、閣僚、軍部首脳の合同会議を指す。1894年に大臣海戦を決定したのが最初。以後、三国干渉や日露戦争などに際して開催され、1938年以後には、 日中戦争の処理方針、日独位三国同盟、台米蘭海戦イコール、真珠湾攻撃による太平洋戦争海戦、太平洋戦争終結などを決定した。大日本帝国憲法第13条には、天皇が開戦と終戦を決定することが明記されて、いたが、例えば、午前会議法というような法制上の開催根拠が、ないなど、 午前会議の開催は困難であった。また天皇による微子の表明、発動は好ましくないとされ、たとえ出席しても一言も発しないことが多かった。午前会議での決定は即時でそのまま国会史の決定となるのでなく、改めてその内容について正式の手続きの諮問を経てから正式に決定された。 1938年に復活して以降について記す。午前会議は通常、明治宮殿車寄せを入って、右側にある東一の間などで開催された。しかし、終戦直前の2回の午前会議は、防学台近くの地下号、五分庫付属庫で行われた。地下10メートル、部屋の広さは15坪ほどであり、天皇、皇后の寝室、 今のある五分庫からは90メートル離れており地下道でつながっていた。1945年には大型爆弾にも耐えられる要陸軍工兵隊が補強工事を行い付属庫での初めて数密院本ンン会議が1945年6月2日に開催された。百四十一年九月六日の第六回午前会議では前述の通り昭和天皇は 祖父明治天皇の御政を冒頭で引用した。この意図について昭和天皇は1985年4月15日の記者会見で次のように語った。会議の議題の第一義に戦争準備をすることが掲げられ、また次に平和のための努力となっていましたが、私は平和努力ということが第一義になることを望んでいたので、 明治天皇のお歌を引用したのです天皇は、この前日に、この絵文丸首相から、帝国国策遂行要領の内装を受けており、この時天皇の改装と同様の発言があったと、この絵文丸側の手記にも記録がある。当時陸軍所軍務局高級会員であった、石井明保は、第一項に戦争を。 第二項に外交という記述をしたのは自分であると、後に NHK テレビ番組で証言している。会議当日の杉山元陸軍参謀総長のメモにも、平和的外交をする、よう、天皇から命ぜられたと記録がある。ありがとうございます。